フォーデイズ社会貢献活動。拡散ドリンク発売から15年、フォーデイズは健康創造産業を目指して、市民参加による学術シンポジウムや安らぎ呼吸プロジェクトでは東北被災地を支援するなど、社会貢献に力を入れてきました。それらの活動の原点は2008年、 NPO 法人ネパールシナプス自立支援協会の設立にあったのです。ネパールにおける自立支援活動。 NPO 法人ネパールシナプス自立支援協会の設立以来、サランコット村を中心に職業訓練を通して教育環境を改善するため自立支援を行ってきました。2012年にオープンしたサランコットフォーデイズレストラン、地元住民が運営する循環型の自立支援活動として注目され、これにより地域の活性化が促され開発が進みました。これら5カ年計画を経て、2014年からは第2段階に入りました。在日ネパール大使との会談も行われ、大使からメッセージもいただきました。Yes, because I have been impressed with the creating shared value, which is the motto of the project, motto of the organization. And investment for future is the slogan and the catchword, especially the password. And I'm sure that 4 days will achieve a great lot, not only in promoting its own activities, corporate activities, but also in promoting to the humanity and especially countries like Nepal. Thank you very much.フォーデイズは今後も支援を続けてまいります。東北被災地への復興支援活動。東日本大震災発生以降、フォーデイズは義援金をはじめ、東日本大震災を風化させないための東北復興祭や、郷土伝統芸能を守るための岩手三陸鎮魂復興祭など、様々な復興支援活動を行ってまいりました。2013年には呼吸で被災地の子どもたちの心のケアをするために NPO 法人安らぎ呼吸プロジェクトを設立し、東北被災地を中心にラッタッタ呼吸体操のワークショップを継続的に行っております。2014年10月には宮城県石巻市でも開催。3年半前に一瞬で全てを失い、今でも仮設住宅で暮らしている会員さんも笑顔で参加されました。健康支援活動。フォーデイズは健康に携わる企業として健康セミナーやオープンカレッジを開催してまいりました。また2009年からは産経新聞社主催のこれからの健康と栄養を考えるシンポジウムに特別協賛し、市民参加による健康支援活動を広げております。日本の伝統文化への支援活動。フォーデイズは社会貢献の一環として日本の伝統文化への支援活動を行っております。文化財の保存協力はもとより、集う喜び、人から人へ伝え続けることの大切さを訴えることがフォーデイズの伝統文化支援にかける思いです。そしてフォーデイズは2014年秋から新たに国内外の障害者の自立に向けた支援活動を始めることで、社会貢献の輪を広げてまいります。障害者への自立支援活動。海外では台湾で最も規模の大きな社会福祉団体のエデン社会福利基金会、フォーデイズはエデンの活動を支援し、インフォメーション11月号より障害者の画家2名の作品で表紙を飾ります。また国内では就職を目指す知的障害者の就労支援を行っている社会福祉法人幸い会の事業所タキオンに、プレトレーナーご昇格者へのプレトレーナーキットの封入発送業務を委託いたしました。障害者の皆さんがお仕事として一つ一つ丁寧な発送作業をしていただいております。フォーデイズは人のつながりを深め、人の人生を輝かせる企業を目指しています。そのためには単なる企業成長ではなく、
人を生かす環境づくりを基本として自立支援を続けてきました。人の未来への無限大の投資、笑顔の続く未来へのサポート、それが 4days の社会貢献活動です。今後も会員の皆さんと共に続けていきたいと思います。